ニール・ホラン・ニール・ホランは、アイルランド出身のカトリック教会の元聖職者。十三人兄弟の二番目として、アイルランドで生まれ、ストリート、ピーターズ・カレッジなどで学び、1973年に聖職者となった。南ロンドン在住。2003年7月20日、ホランは、シルバーストーム・サーキットで行われた2003年、イギリスグランプリ決勝レース中に、茶色のキルト、 緑色のウェストコートとベレー帽という服装で聖書を読みなさい。聖書は常に正しいと書かれたプラカードを掲げて多くの F1 マシンが走行中のコースに侵入した。マシンと接触するなどの事故は起きなかったが、レースは一時セーフティーカー扇動となった。後に逮捕され、禁錮2ヶ月の有罪判決を受けた。2004年8月29日、ホランは、 アテネオリンピック男子マラソン3 6トル地点で沿道からコースに乱入しトップを走っていたブラジルのバンデルレーデリマに抱きつき歩道に押し出してストップさせるという前代未聞のハプニングを起こした。拘束後の取り調べに対しホランはキリストの再臨に備えて捕まえたなどと意味不明な供述をしたと言われる。ホランは翌30日 ギリシャの裁判所で執行猶予付きの禁庫1年と罰金3000ユーロの判決を受けた。2005年1月20日、カトリック教会はホランを聖職停止にした。ホランは競馬のダービー、テニスのウィンブルドン選手権、クリケットやラグビーの試合でも過去に乱入騒ぎを起こしている。2004年9月、ホランはウーリッチ刑事裁判所に現れた。 1990年代初めに7歳の少女に大使わいせつ行為を行ったとして起訴されたためである。審理において検察官は、ホランが自分のアパートの一室で肌着と緑色のパンツを脱ぎ、少女を部屋の中で追いかけ回した後、床に横たわったと主張した。ホランはこれに対し、自分が裸になっていたことは認めたが、 児童に自分を触らせようとしたという点については否認した。陪審による表議は約1時間で終了し、ホランは無罪とされた。ホランは裁判所の外でアイルランドのジーグを踊ってその喜びを表した。2009年、ホランはブリテンズゴットタレントシリーズ3のオーディションに出場した。ここでホランは伝統的な衣装を身につけて、 アイルランドのジーグを踊ってみせた。審査の結果、ホランは次のステージに進出することになった。ホランが見逃されたのは番組のプロデューサーがホランが誰であるかを知らなかったためであることが明らかになった。番組制作に携わったトークバックテムズはアイリッシュダンスの才能を披露するためにホランはオーディションに参加したのだから、そのオーディションを放映しない理由は何もないとの声明を出し、 最終的に、ホランのオーディションは放映された。その後、ホランは、トゥデイ FM のレーダーシーショーに出演した際に、第3ステージには進めなかったと話している。ありがとうございます。